一歩外に踏み出すと、そこにあるもの、そっと育まれた命。髪を優しく揺らす春風の中に、道端に咲く一輪の花の中に変わらずあるもの、そして都会の慌ただしさに忘れてきた何かを思い返す。ずっとそこに変わらずあるもの。心が疲れてしまった時に、ずっと変わらずここにいてくれる、そんな場所。だからこそ今日も生きていける。たまにはさ、こんなにのんびりすんのええよな。最高ですよね。静かで空気も美味しいし、あーでも滋賀ならではの美味しいものとか食べたくありません？せやな。ところで滋賀って何があるな。あ、じゃあ調べてみますね。いや、滋賀の地元の人が普段食べてる美味しいものが知りたいね。ほう、ありましたっけ？もうこれ。え、どうすんですか？じゃあ私直接地元の人探して聞いてくるわ。え、ね、ちょっと待ってて、行ってくるから。ちょっと待ってて、待ってくださいよ、店さん。行っちゃった。レッツ勝手ん。のどかやな。あ、でもところどころ人いるね。すいません。こんにちは。すいません。兵庫県から旅行に来てて、で、滋賀県って初めて来るんですけどね。この滋賀県ならではの美味しいものとかって、地元の方が、滋賀県民の方が食べられてるものっていうのを知りたいなと思って、今いろいろお聞きしてるけど、今取れたんですか？え、すごーい。なんか違うスーパーで売ってるやつ。これサラダナとか。で、水菜。水菜。素敵。この黄色いお花です。初めて聞いたそれ。ちょっと見せてもらって。中国菜って言うんですか？中国の野菜。へー、初めて知りました。わー、かわいいお花。これを食べるの。香菜。交際体。カタカナで、じゃあカタカナで交際体って書いてある。交際体。中国野菜。あ、これと、なんかの、滋賀で採れたお野菜をいただいてみたいなっていう。うわー、美味しいやろな。こんな新鮮なの食べたことない。これ、今、採りたてやろ？はい。うわー、生き生きしてる。芯がある。こんな生き生きしてる水菜、初めて触った。お母さんのおすすめの食べ方はどんな感じですか？水菜。あ、これ、これ、お鍋にしたの。あ、いいですね。カリカリ鍋っていうか。最高ですね。でいただいちゃっていいんですか？はい、うわー、すみません。ありがとうございます。すみません、お父さん。嬉しい。大切にいただきます。ありがとうございます。すごい。あったかさに触れたよ。なんか結構、勇気持って話しかけてみたけど、こうやって、話してみるとこの1個の水菜にもすごい意味があるんだな。これは香菜って言って初めて見るし、中国のお野菜、炒めるだけで美味しいって言った。これがゼロ円食堂よ。でもゼロ円なんだけど、人の愛情がすごく詰まった贅沢なお野菜、楽しみやな。よし、一旦帰るよ。合点令和組。すごい、スーパーで売ってるよりもさ、芯が太い。甘い。
甘いですか。甘い。どのくらい甘いですか。ゴディバのスイートチョコより甘い。嘘です。ですよこれ。え、醤油も入れず？何も入れてないです。すごいね。はい。ご飯食べたくなる。中国の野菜だった。あ、中国なんですかこの子。美味しい。ふと足を止めて振り返る。見たことがなくても懐かしいと思える風景の中に、行ったことがなくてもただいまと言える場所に、私たちは生かされてる。だからこそ今日も生きていける。エビマイドフォローム、俺たち最強。この動画が面白かったらチャンネル登録、いいね、コメント待ってます。それでは皆様、レッツガッテン。